今日はサンキューマートで購入したもの紹介。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はこの前ですね、サンキューマートに久々に行ってまいりました。ということで今回はそちらで購入したものを紹介していきたいなと思います。まあ、結構ねインスタとかで新作のものが出てて欲しいなーってか思ってたので行けてよかったです。それでは早速やっていきましょう。突然おじさんでごめんなさいね。今 YouTube であの大人とかが出てないと子供判定されちゃうのかなんだかわかんないんですけど、コメントがオフになっちゃうんですね。でコメントがオフになっちゃうと動画が皆さんの YouTube 開いた時のおすすめに上がらなくなっちゃって、全然視聴回数が回らなくなっちゃうので、ちょっと小汚いんですけどおじさんが途中で出てきますんで、これからの動画こういうのが多くなるかもしれないんですけど、ごめんなさいね。後ろで踊ってもらってもいいですけど。そうですね、うんうん、それでは本編どうぞ。今回は8点購入いたしました。じゃあまず1点目はこちら、じゃん、バケハでございます。真っ白の帽子です。でこちらはね、私黒を持ってて、まあ、このこういうね柄はついてない無地のあの黒の帽子なんですけども、でも夏になって多分暑いだろうからこの白を買いました。いいよね、なんか帽子いろんな種類があってすごい迷ったんですけども、まあ白が一番無難かなと思って白にしました。続いてはこちら、こちらはですねランチボックスでございます。これ3つセットでマイメロちゃんの中にあともう2つあるんですよ。でそのキャラがクロミちゃんでしょ。でマイメロちゃんとクロミちゃんが2つ乗ってるね柄があるんですよ。でこれが冷凍庫 OK、 食洗機 OK、 レンジ OK っていう、ね、レンジ OK でかくない。でちょっとずっと欲しかったんですけども、機会がなくて買ってなかったのでやっと買いましたって感じですね。よいしょ、開けましょう。開けにくいなこれ。なんかお弁当の日とかの普通におにぎりとこの中におかず入れるみたいな、そういうのもできるんでいいかなと思って、こんな感じです。でマイメロちゃんを開けますと、おーかわいい、クロミちゃんが一つ、小さいサイズのクロミちゃんがいて、クロミちゃん開けるとじゃじゃんと、でかわいいクロミちゃんとマイメロちゃんがいる感じですね。めっちゃかわいい。サイズを比べるとこんな感じですね。これはデザートで使おうかな。でもさ、デザートのやつクロミちゃん持ってるの。でもさ、すごい全然全部使えるからめっちゃ勇気だね、こんな感じです。しかもめっちゃカラフルで可愛い。続いてはこちら、こちらは靴下2つでございます。こちらはね、ペッツだわ。こちらペッツの靴下でございます。めっちゃ可愛いなと思って普通にこれ学校用の靴下で買いました。あの黒 OK になったので、あずっと白だけだったんですけども、白黒灰色が OK になったのでちょっと黒持ってなかったんで買いました。でこれがパンダです。だから多分ピーンズのキャラクターなのかな。でこれがピーンズって書いてある靴下です。両方ですね、まあ、ワンポイント OK なのでこのワンポイントいいなと思って買いました。他にもキャラクターいたんですけども、普通に文字可愛いし、このパンダ可愛いなと思って買いました。はい。でこれが2点390円だったのでこの2足買いました。まあ、これは白あったんですけども、次持久走が始まるんですよ。なので持久走は多分すごい汚くなっちゃうから、まあ、黒を買いました。続いてはこちら、こちらはですねこれずっと欲しかったんですけども、何説明したらいいんだろうね。なんかこういう鉄砲の形してて、まあ一時 TikTok で流行ったやつですよ。この鉄砲の中に飴が入っててバンってやつとビューンって出てくるやつです。でこれピンクですね。じゃーん、こちらです。あ、なるほどなるほど、これは何でしょうか。これいくよ、取るよ。なんか喋る、なんか喋る。ここっすですね、ここがうにょんって出てくるんですけど、なんか喋るんですよ、光るし。ここに飴玉をつけるんですけど、わ、 I love you って言われた。え、すごくない？なるほど、あ、ハートがついてる。
これをガバッてビョンって出てくると飴玉がチュッチュチュッチュ言うんですよ、この子が。で、わあ、I love you って言います、この子が。いや、面白い。家にさ、そのチュッパチャップスなくてさ、すごい残念だったんだけど。まぁ、あ、ちょっと、これで、テスト期間の時とかこうやって、勉強疲れたなぁ。いや、I love you って言われた。よし、勉強頑張ろうみたいな感じで、頑張りたいと思います。まあ、飴玉ね、買ったらね、ちょっとインスタのストーリーでもあげたいなと思いますので、よかったらインスタの方も見てくれると嬉しいです。あと、インスタのフォローもよろしく。はい。あとね、ピンクと、青これですね、がありました。ピンクが欲しかったんでピンクにしました。続いてはこちら。こちらは私ずっとお目当てだったぷよぷよのグッズでございます。私ぷよぷよがすごく好きで、でしてね、昔のぷよぷよのゲームがですね、スイッチに入ってまして、まあ、そちらをやりまくってたわけですよ。そしたらもうぷよぷよ大好き女になってしまいまして、まあサンクマートとぷよぷよがコラボと思ってちょっと急いで買ってきましたって感じです。出たのがちょっと前なんで、その欲しかったトートバッグが売ってなかったのはちょっと残念だったんですけど、まあ、スマホケース欲しかったので良かったです。可愛いよね。いやー、いいね。次青色来たらここやな、赤色来たらここやなみたいな考えちゃう。最高。やばい、これ終わったら後でまたちょっとお風呂入んなきゃいけないけど、ちょっとだけぷよぷよやります。じゃじゃーん。めっちゃ可愛いんだけど、透明っていうのがまたいい。こんな感じ。じゃあとりあえずはめてみましょう。ちなみに私 iPhone の SE なので入ります。めっちゃ可愛いんですけど、ぷよぷよ最高。こんな感じです。で、普通に横のボタンも押しやすいので便利です。よき。え、マジ可愛いんだけど、どうしよう、超可愛い。続いてはこちら。こちらですね、スケッチブックの、スケッチブックとサンリオがコラボしてる商品です。やばくない？これ超知らなかったんだよね。これ開けましょう。これめっちゃ可愛くない？ほら。で、これが他のキャラクターもいたんですけども、シナモンくんいたらどっち、なんかそのどっちも買おうかなって思ってたんですけども、シナモンくんいなくて、あとクロミちゃんとハンギュドンがすごい迷ったんですよ。でもクロミちゃんにしました。もし今度行った時に会ったら、もしかしたら買っちゃうかも。これ使えなくない？普通にめっちゃ可愛いんだけど。こんな感じで、普通のスケッチブックの感じです。真っ白。いやー、これは使えないね。頑張って使えますけども。いや、なんか飾っときたくない？こういうの。めっちゃ可愛い。でもね、いや、ほんと可愛い。これデザイン最高。考えた人感謝。かわいいな。続いてラスト。ラストはこちら。じゃじゃん。こちらですね、ブレスレット。ブレスレットでございます。でね、私ブレスレット持ってなくて、ちょっと開けてみるか。よいしょ。なんか、どうだろうと思って、なかなかつけないから、買おうと思って買いました。こんな感じ。なんか、これで合ってんの？合ってないよね。多分ここら辺でやると思うんですけども、まあ、こんな感じでいいんでしょうか。銀色のなんかこういうね、ちょっと大人っぽいデザインのものを買ってみました。こんな感じです。どうでしょうか、似合いますか。ということで、こんな感じでした。はい、ということで今回はサンキューマートで購入したものを紹介しました。ね、今回はね、数がいつもより少なくてですね、もうちょっと欲しかったなとか思うんですけども、まあ、また今度サンキューマート行った時にたくさん買えたらいいなと思います。そして今までサンキューマートでね、たくさんね購入したり、まあ、商品紹介したりとかもしてますので、よかったらそちらの方も見てみてください。サンキューマートでお買い物してる動画ももともと上がってますので、まあ、そちらも見てくれたら嬉しいなって思ってます。まあ、見てない方は見てください。見た方ももう一度見てください。はいお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。